講話、豊橋市倫理法人会、金子良治さん。はい。皆さん、おはようございます。今ご紹介いただきました豊橋市倫理法人会の会員、金子良治でございます。約30分ぐらいですね、ちょっとお話を聞いていただきたいなと思います。テーマは、クラウドで仕事効率化ではありますが、最初の部分でですね、僕実は倫理法人会に入ってまだ10、11、12、1、4ヶ月ぐらいなんですけれども、こういう場で話をさせていただくというところで、自分というのはどういう人間なのかなというのと、なんでこんな格好をしているのかなというふうなのも合わせてですね、自己紹介前半部分させていただいて、で後半の部分をクラウドについてちょっとお話をさせていただきたいなと思います。で自分は処分としてですね、話しながらよく動き回りますので、ちょっとマイクちょっと次回ですから生声でやらせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で初めにですね、ちょっと一枚写真をご覧いただきたいなと思います。これはなぜ僕がこの場に立てるのかという、きっかけをくれた人ですね。こういう人がいなければ多分僕は倫理法人会にも入ってないし、この場にも立っていなかったと。その一枚の写真をご覧いただきたいなと思います。こちらです。これはこの格好でですね、近所のバローへ買い物へ行って盗撮をされました。盗撮をされて Facebook に上がりました。今盗撮されてね、SNS に上がるともうとんでもないことになりますよと。当然バズりました。バズるというのは要はいろんな人が見てですね、これ誰や、あれや、これやって。で、この上げた方と、僕は直接知らなかった、この時は。知らなくて、上げた方とまた別の方が僕の共通の知り合いで、その方がこの写真をリツイートみたいな格好をしてくれましたんで、僕がこの写真を見たんですね。その時に、あれ、これ俺やんけと。なんでこんなの出回っとるんやというふうになって、で、この写真のところにコメントで、僕が、これ僕ですよと言ったら、一斉に、わーっと、本人登場みたいな感じで、驚いていただいて、で、その後、じゃあ会いましょうというふうになりまして、この後、お会いしたわけですけども、その方というのは、この左に写っている方、森田雅代さんという方なんですけども、豊橋では豊橋の商工会議所の青年部とかですね、結構改名していらっしゃいまして、かなり有名な方だったんですね。で、彼女がああいうふうに挙げてくれなければこの場で会うこともなかったんで、実は本日来ていただいている豊橋倫理法人会の杉浦太さんもですね、彼女がこの場に誘ってくれて、その時初めてお会いしたわけですね。で結構長いですね。そう、ね、5年以上になるので、で残念ながらこの方ですね、去年の9月にちょっと亡くなってしまいましてですね、彼女がいなければ僕はこの場に立てなかったということもあるし、こういうインターファッションが多くの出会いを、作ってくれた、いうふうなところでですね、ご紹介をさせていただきました。で、このロインターファッションをやってる、なんでですか？いや、他にいろんなファッションあるよ。ね、あるでしょう。なんでロリータに特化してるんですかというふうな話なんですけども、これ大学生の頃ですね、僕は人間環境大学って元宿の端っこにある大学に通ってました。でそこでですね、このロリータの格好で毎日学校に来る後輩がいたんですね。これもちろん女性です。ただ女性ですらこういうロリータファッションを毎日やるっていうのはなかなか見ない。だけど彼女は毎日やってくる。で、本当は友達になりたかったんですけど、人見知りが僕もありますので、なかなか友達にならなかった。で、いろいろ聞いて回ったら、彼女は静岡市に住んでる。静岡市から新幹線で豊橋まで来て、豊橋から名鉄に乗って元宿で学校来てると。この格好で毎日。それを聞いた時に何と思ったかっていうと、侍って思った。要は自分が好きなものは好きだという主張するその生き様ですね、心意気、私はこれが好きなんだと。ややこすればロリータファッションなんていうと、やっぱりちょっと珍しいものですから、茶化されたりするわけですよ。
僕もあの小学生とか中学生とかにですね、結構いろんな高貴な目で見られますけども、だけど僕はこれが好きだからいいじゃないかというふうな、その心意気がかっこいいなと思ったわけです。で、僕もああいうふうになりたいと思って、でまあ、当時はまだ100キロぐらいありましたけど、一生懸命ダイエットしてですね、今ちょっと戻りましたけども、こういう格好をさせていただいて、で、まあ、こういう場に立たせていただいていると。で、やっぱ格好をすると、皆さん目に留まって記憶に残りますから、あのいろんなところで、お声をかけていただけるというふうな意味で言うと、こういうふうな素敵な、まあ、出会いになるわけですね。これはあの地区長のアンジューガーデンで、パーティーをしたやつですね。僕はちょっと真ん中にいますけども、これだけたくさんの仲間とですね、一緒にやれる、一緒に仕事ができるっていうのは非常に幸せだなと思っております。だから本当にこのノリでファッションしてよかったなと思っております。でこれが実は当然ながらビジネスにもつながっているわけですね。非常に皆さんに覚えていただけるっていうことですね。でじゃあロリータファッションをやってから、その後、今のパソコン修理というビジネスを始めました。じゃあ、そのきっかけは何ですか？まあ、単純に会社が嫌だったと。まあ、辞めたいな。で、今まで実は入った辞めたは5回やってます。で、まあ、いい加減またこれで入るっていうのもしょうがないので、まあ、自分で何かできないかなと思ったわけです。で、辞めるときにですね、ある方に相談したんですね。まあ、ある電気工事屋さんなんですけども、その方が言われたのはこれです。どうやってお客さんを捕まえて飯を食うかと、それだけだぞと、まあ、よく覚えておけというふうに言われました。で飯を食うということはお金を稼げなければいけない。でお金を稼ぐっていうのはどういうことなのかな、お金が手に入るっていうことはどういうことなのかなっていうことを考えました。私一人でビジネスやってますけども、何か物を仕入れて物を売るとか、まあ、サービスを売る、それでお金を得るっていうのは当然のことなんですけども、よく考えてみたら、物やサービスを売るからお金がもらえるわけではないんですね。何か、社会の役に立つからお金がもらえるわけです。だから、ここにあるプロジェクターを売ってお金を儲けるわけじゃなくて、プロジェクターが持つ役割、こういうプレゼンテーションで皆さんに見てもらう、あとは映画を鑑賞するっていう、そのためにやるわけですから、これを売って儲けるわけじゃなくて、この役に立つから儲かる。だから僕がパソコンを修理をするじゃない、それがお金を生み出すんではなくて、僕のモットーはすぐ仕事ができるようにすると。パソコンが止まっちゃうと今仕事できませんよね。だったらすぐに行って元の仕事ができるように戻しますよというところに、やっぱり価値を見出してお金がもらえるわけです。で、自分が社会に対して何ができるのかなと、創業前に考えました。こうやってノートにですね、何ができるのかな、一生懸命書いてますね。パソコンの組み立て修理だとか、まあ、それ以外にもあのスマホ、タブレットの設定だとか、ヤフーオークションの出品代行、まあ、これもできるな。簡単な電気工事もできるかもしれない、家庭教師もできるかもしれないというふうに書いていって、まあ、最終的に残ったのが今のパソコンの修理に特化するというふうなビジネスですね。でこれもあの全部できますよって言ってもですね、やっぱりお客さんは分かんないですから、最終的には絞られました。それが今の結果です。で、社会の役に立てば認められる、この僕の持っているサービスを通じて社会のお役に立てば認められて、そこで初めて社会から報酬が得られるんだということで、それを考えながら、まあ、ビジネスをやってるわけですけれども、だけれども当然ながら同じことをしていたらダメなんですね。僕のライバルって何でしょうか。パソコン修理で Yahoo、Google で検索をしていただくと、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、要はグッドウィルだとか、まあ、パソコン専門店、ゾアさんとかですね、全国展開しているお店と要は喧嘩をしなきゃいけないんですよ、ね。そこでパソコン修理ですよって言っても、結局、どこの馬の骨がやっとるっていう話になりますから、当然負けちゃうわけです。だから、ここと勝てる方法を考えなければいけない。要はここがやらないこと、率先して変わったことをやらなきゃいけないよと、唯一無二の存在にならなければ、僕に依頼を送ることがないと。
それが先ほど言ったように仕事の穴を埋めるだとか、あとちょっと名刺交換していただければ僕の裏側にいろいろ書いてあるんですけども、もう一個は修理ができなければお金はいただきませんだとか、まあ、完全成功報酬制ですね。で、仕事最速一晩で直しますよだとかっていうのはおそらくグッドウィルだとかフォアではやらないと思います。で、そういうことをやると。で、それがつまり僕にとってユーモアと、非常にあの言葉っていうのがですね、僕にとって引っかかってましてですね、まあ、本当はこのユーモアっていう意味はですね、滑稽とかおかしいとかって意味らしいんですよ。ただ、高校生の時に英語の先生に僕この単語の意味が分かんなかったんですよ。で、これってどういう意味ですかって聞いたら、あ、お前のことじゃん。お前だもんと。あ、そうかって自分も納得するのがおかしいんですけど。そう。だから今これを僕の野望にしてます。そう。僕自身がまあおかしい、滑稽な人間でありますから。ね、だからユーモアでというふうにさせていただいて、まあ、それがまあ私らしてなれ、私とビジネスのまあ強みでございます。それがまあ、ユーモアレッド、ビジネスを始めたきっかけで、今僕が心がけていることのお話になります。これ前半部分、どのくらい話させていただいて、ようやく本題に入りたいと思います。クラウド。クラウドって聞いたことはあるけど、意味知ってる人。じゃあ聞いたことがある。そうですね。聞いたことはあるんですよね。聞いたことはあるんですけど、どういう意味かよくわからない。というのがあると思います。ここでちょっと一つですね、有名な CM をちょっと見ていただきたいなと思います。ちょっと長いですけど、まとめてきましたんで、見ていただきたいなと思います。どうぞ。来てやがるぞ。連中が先方の田中常務と面識があったなんて。昨日からトップダウンで来られては。この浅間建設の案件を回したのは一体。後にしてくれ。事前に田中常務にコンタクトできていれば。なんだ。その田中さんなら、僕面識ありまして。なんだと。地元の釣り仲間で名刺交換をしました。それさ、早く言ってよ。田中さんです。ありがとうございました。してやられたな。田中さんが人違いだったなんて。見たこともない田中さんだ。すみません。浅間建設ってこの田中違いは一体よ。パイプを作りたかったのは田中特命上だ。特命、そうか、特命さん名刺田中だったの。田中特命か。地元のカラオケ仲間で。しました。それさ、早く言ってやん。してやられたわ。やっと連れ立った田中さんがとっくに出向してたなんて。出張先と出向先じゃないですか。楽しいようだった。それよ、浅間建設のキーマンを失ったのは痛いよ。本人は満島常務です。聞いたことない。まだ僕満島です。初耳だ。まさか満島常務って。おじです。名刺はもらいました。だから早く言ってしてやられたら。先方の満島常務、君のおじさんがこんなにも早く更迭されるなんて。すみません。これに関しては君のせいじゃない。誰が持ってないのか。浅間建設への切り札になる名刺を。僕は受付の方の名刺くらいしか。でも受付の一人、今社長室長じゃなかったかな、一番個性的な人。その名刺まだ持ってるか。そのことはちょっといろいろありまして。いろいろ捨ててしまいました。だからそういうの早く言ってよ。してやられた。僕はキーマンとの人脈作りが後手に回りまして、浅場建設の案件でこの出遅れは痛い。社長、この部分コンペでのいただき物だ。浅場とあります。名刺の交換などはした。すぐにしなきゃ。ちなみにそのコンペはいつ頃。半年くらい前かな。それ早く言ってよ。その食品、社長自ら浅場違いだなんて。浅場建設とその食品じゃえらい違いだ。してやられた。なんか確認不足でした。浅場建設の案件でこの出遅れは痛い。社長、すみません。名刺の交換だぞ。した。ちなみにいつ頃。1年くらい前かな。早く言ってよ。ビジネス調査を挙げる社内名刺の一角から、サンサンのクラウドサービス。
まとめてみて、サムさんのクラウドサービスなんですけども、の CM をちょっとまとめてみていただきました。まあ、これ何が言いたいかというと、まあ、後で説明しますけれども、まあ、まず一つクラウドがもたらすものはというと、いつでもどこでも、まあ、誰でも最新の情報にアクセスできますよというところが一つ。で、実はあの CM っていうのは、まあ、テレビでやってたんですけども、続編がウェブ限定でございまして、それもちょっと見ていただいた後で、もうちょっと詳しい話をしていただき、させていただきたいなと思います。これでちょっと最後になります。してやられたのか。じゃないよ、全く。これはさすがに間違いないよ。浅田建設です。笹田物産。失礼します。どうした？総務系の役員の部屋にあったものです。お前ら来ちゃった。どこの何が今後のパイプになるかわからん。サワーか。これはただのスナックだ。社長同行ではなく、部署を超えて社内全体の名刺を管理できないものですか。言うな、膨大なデータだぞ。ゴルフボールやら、センスやら、ライターやら、名刺に行き着くまで気にならないですよ。これは三々ですかね。前も見なかったか。取引はないと思います。紙風景すごく強いぞ。意味ないでしょ。すまん、現実逃避だった。とりあえず急ぎませんか。センスだけでまだこんなに。あ、そうだった。急ぎ。あらゆる企業のビジネスインフラ、社内名刺の一括管理はサンサンで。まあ、別に僕はサンサン回し物ではないんですけれども、まあ、クラウドの話をするときわかりやすいかなと思ってこちらの CM を使わせていただきました。これ何が言いたいのかというと、ちょっと表にしましょう。あれちょっと待てよ。これの表を作ったんだけど。ちょっとごめんなさいね。それを作ったのがあるはずなんだけど、なんで表示されない。これは確認不足って言うんですけど、ない。それがない。ごめんなさい。そのスライドがどっか行ってしまいました。何が言いたいかというと、要は名刺の一括管理をしたいってわけですね。で、ちょっと分かりにくいですけれども、ちょっとこの、これをちょっと使います。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。内容は違いますけども、ちょっと似たような感じでやりますが、要はいろんな場面で名刺交換する機会があると思います。で、要は本社の方で、営業マンがいて、まあ、このパソコンをいじってる女性の方は営業マンだと思ってください。で、いろんなところにコンタクトを取りたいと。で、要は松木さんが早く行ってよって言ってるのは何かっていうと、そことあそことそこ、名刺交換したよね、その情報ってくれないのっていうふうな話なんですね。で、その時に、この真ん中に、まあ、クラウドサーバーっていうのを1個用意して、名刺交換をしたら、その名刺の情報をここに全部集中で入れておいてくださいと。でそうすれば、で入れたらその情報が入りましたよっていうふうなのは伝わってくるんで、あ、ここにつながりがあったのかというふうな格好で、共有ができると。で似たようなサービスでいうと、スマホのアプリでですね、8っていう名刺管理アプリがあるのご存知ですかね。8使ったことある人。あれ、8って実は33なんですよ。33のサービス。で、8を使って何が面白かったか、これ僕の体験なんですけども、とある、食品屋さんの専務と、まあ、名刺交換をさせていただいて登録してあります。で、その専務が名刺が変わったんですね。で、その情報が8を通じて僕のところに行きました。どう変わったか。専務から社長に昇進したわけです。でそうすると何がいけるかというと、社長昇進おめでとうございますって一言言えるわけですよね。そうすると向こうは、あれ、そんな話してるのによう知っとるなというふうになって、また絆が深まるわけです。そういう名刺の、ただ知ってる知らないんじゃなくて、名刺の更新の情報まで教えてくれるわけですから、すぐにその人と仲良くなることができるんじゃないかな。もちろんそこから会うこともできるっていうのが、今のこの33のクラウドサービス。で、8はあくまで個人向け。
で、先ほどの CM はそれを企業に特化してるんです。だから営業マンが全員そこのクラウドサーバーに名刺の情報を入れて、で、皆さんが取り出せるようにするっていうのが、あのサービスなんですね。で、それがあの CM。だから早く行ってよっていう前に、その名刺の情報を一括管理できれば、浅場建設ともすぐにつながることができたんじゃないかというふうに、そういう話なんですね。で、まあ、これがクラウドの、いいところで、で、そのクラウドのメリット、ちょっとお話しましょう。データを預けてます。サーバーに入れてくださいって、社内にサーバーを持っている方もいらっしゃるところです。会社内にね、サーバーがあって、そこに皆さんのデータを共有している。だけども、そのサーバーが壊れたらもうアウトですし、サーバーはあくまで社内の中にありますから、社内からそのサーバーにアクセスしようとするとまたこれ面倒くさいわけですね。だけれども、データを預けてますから、外部に。だから会社内のパソコンがぶっ壊れようが、サーバーがぶっ壊れても、会社外のサーバーからまたデータを取り出せればいいので、壊れても復旧が簡単ですよ。というのと、常に最新の情報が得られます。最新の情報。あとはスマホ、先ほどの8じゃないですけども、スマホからでも、アクセスができるというのが、まあ、クラウドの大きなメリットなんじゃないかなと思います。で、クラウドが結局これらによってもたらすものは何ですかっていうと、お客様に対して素早い対応ができるというところだと思うんですよね。だから先ほどの名刺にしても、いろんなやり取りですね、見積もり書だとか請求書だとか指示書、設計書とかっていうのをすぐに対応ができますよっていうのが一番大きいところではないでしょうか。で、今すぐ、じゃあ皆さん今すぐできる活用法って何でかっていうふうな話で言うと、これも一つの事例なんですけども、例えば今のにこう電子メールがあってもやっぱりファックスでやり取りをしている業者さんっていらっしゃると思います。で、ファックスを送ったからちょっと見といてって言われても自分現場にいるから、じゃあ会社に戻ったら見るわ。言うとやっぱりちょっとブランクが出ちゃうんですね。できればファックス届いたらすぐ見れるようにしたいよね。だとか、あと見積もり書カタログを共有して営業先でタブレットを持って説明をするだとか、あとお客様情報を共有するっていうのがこれは今すぐできる活用法なんじゃないかな。そういったところで言うと、まあ、僕のお客様のですね、この一番上のファックスを僕でも見られるようにするっていうのをちょっと事例で、紹介したいなと思います。まあ、一番さっきの章なんですけども、まあ、複合機は多分今会社のところにでもあると思います。で、実は複合機の機能としては、コピーとか印刷以外にも、来たファックスをパソコンに保存するっていう機能が実はついてるんですね。実は。まあ、これ言うと、そんなことできるんですかお客さんって言うと、びっくりされる方もいらっしゃる。いや、できるんです。大体の複合機はできます。PC ファックスっていう機能ですね。で、そこに、注文書だとか、指示書、見積もり書、設計書、請求書がファックスされてくると。で、紙で印刷するのももちろんありなんですけども、じゃあそれを直接、クラウドに入れちゃえば。で、そうすれば、例えば現場の工場とかで、あ、こういう指示を作ればいいんだよね。お客様と説明するときにカタログ持ってきて、あ、こういうふうに説明できますよ。見積もりも今こうなってますよ。あとは建設現場で設計書がすぐ見られますよ。あと会議の場でですね、情報を共有する。で、さらにこれは双方向でいけますから、もらった指示書に対して、またパソコン上にはなりますけども、記入をしてまたクラウドに戻すと、今度は本社の方で、あ、ちゃんと指示通りできましたね、問題ないかありませんでしたかっていうふうにやり取りがすぐできますよ。で、これは実際、僕のお客様でですね、倉庫業をやられている方がですね、港、まあ、豊橋港の明美に何か所か倉庫を持っていらっしゃるんで、で、やっぱり指示書がファックスで来るんですから、その現場指示が。ちょっとできないということで、まあ、これを入れてスムーズにできるようになったと。で、あと一個嬉しいのはですね、よく建設業さんにあるのが、ファックスをもらったはいい、印刷したはいい、
その印刷した紙をどっかにやっちゃったっていうのは結構多いですね。でもそれもクラウドに入れておけば、でそのファク印刷したファックスなくしちゃってもう一回送ってくれっていうよりかは取っておけばね、また印刷すればいいわけですから、そういうことができるというとこれ意外と喜ばれます。でしかもこのサービスっていうのはそんなにデータが大きくなければ無料です。クラウド、まあ、8を使ってる方も無料でやられてると思うんですが、よっぽどでかいデータがなければこれタダでできるんですね。非常に嬉しいサービスと思います。で逆にクラウドのデメリットって何ですかっていうと、これね、サービスを提供している会社がたくさんあるんですね。先ほどのサンサンもそうなんですけども、一般的なクラウドサービスとして有名なのが、まあ、Google の Google ドライブ、あとは、Apple 社の iCloud、 あとは Microsoft の、OneDrive だとかっていうのが、まあ、主なあのやつなんです。他に言うとあと Dropbox だとかですね。どれがいいのか、あと料金体系、なかなか分かりにくい。さらにこれらはファイルの保存するのに特化しているやつですけども、名刺に特化したようなサンサンクラウドサービスだとか、あとはお客様情報の収集だとか美容院向けのクラウドサービスだとか、倉庫業だとかそういう業種に向けて特化したクラウドサービスもあれば、データパソコンのデータを常にバックアップしていきますよっていう風なサービスもある。たくさんありすぎるのでどれがいいのかなってなかなか難しいよ。だからよく吟味をして自分の会社に合ったサービスを選ばなきゃいけないよっていうのが、まあ、一つデメリットだと思います。あとは情報の管理ですね、特にこの公式の流出の部分です、このクラウドサーバー簡単なものだと ID とパスワードが入って入れるわけですから、ここに悪意の第三者がいて入っちゃってデータを取ってしまうっていうこともありますので、その辺の ID とパスワードの管理っていうのもしっかりしなきゃいけないよね。で特に、まあ、退職された方だとかですね、そういった方との、まあ、やり取りでですね、容易に入れないようにしなきゃいけないというのは非常に重要かなというところがあります。であとは、まあ、物によっちゃ費用がかかると。だから小規模だったらすでに無料です。無料ですけども、これが大規模になっているとかあるものに特化したりするとやっぱりちょっとお金がかかっちゃいますので、その辺もある種類しておく必要があるのではないのかなと。であとはね、まあ、ここなんですけど、クラウドの導入にあたってですね、まずお客さんの立場を考えてください。メリットがあるかどうか。でもう何が言いたいかというと、先ほどの、まあ、ここですね、こう説明する部分なんですけど、営業マンにとっては重いカタログを持ってこなくていいわけですから、タブレットで説明できるというのは非常に楽なんですよ。だけどお客さんにとってはそのカタログくれよ、紙でくれよとか、メモした内容くれよっていうふうな方もいらっしゃると思います。なので、それはお客さんにとってはデメリットになってしまいますので、だからお客様に合ったようなクラウドの導入を、まあ、お願いしたいなと。で、あとはですね、これは県の、セミナーでなんかクラウドを使ってアンケートが取れますよっていうのをなんかやってたと思うんですけども、こういうセミナーやるときに入り口でスマホをこうかざしていただければ出席だとか、まあ、アンケートが全部取れますと。であとはこのスマホで一生懸命ポチポチやって今日のセミナーいいか悪いかっていうのをやってくれれば、もういっぺんに集計取れるって便利ですよね。まあ、確かに運営者側は便利ですよ。だけど受講者側はこのスマホに自分の情報を一時登録しなきゃいけない。で、後でそれをまたポチポチやらなきゃいけない。スマホ持ってない人どうすんのだとか、得意じゃない人どうすんのだったらやっぱり紙でいいんじゃないのっていうふうな場合もありますので、だからお客様にとって、得意な人たちが来るんだったらいいけども、不得意な方が来る中で、スマホで出席が取れて、どの頃できますよって言われても、何言ってるのかよくわからん。というふうになりますから、お客様へのメリットがあるかどうかっていうのも、まあ、一つクラウドの導入、いわゆるその効率化、何でもかんでも効率化すればいいじゃない、一つ部分はアナログの部分ももう残さなきゃいけないんじゃないかというところがあると思います。
まあ、そこを加味して、まあ、お客さんを見る、まあ、負担を強いる場合は要検討ですよというスタートもありますので、まあ、今自分の会社の中でですね、ここだったらまあちょっと楽になるかなという部分も踏まえながら、まあ、クラウドの、検討をしてもらうといいんじゃないかなと思います。まあ、その辺ですね、どうやったら会社に導入できるのかなといったものも一応自分の会社としてはビジネスとしては相談を受けたまわりますので、まあ、その際は一言言っていただければどのサービスがいいのかなというのを含めてお話をさせていただきますので、その際はよろしくお願いします。以上でですね、ちょうど30分ですね、クラウドの、まあ、こういったおテーマでしたと僕の何ていうか50番テーマでお話をさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。